どうも、こんばんは、犬です。今回は、東京グールダークをやっていきたいと思います。で、前回の動画、前々回の動画見てもらったらわかる通り、まあ、SSR どこで交換できるんじゃと、無料でもらえる SSR のアイテムはどこにあるんじゃということでですね、要望、問い合わせが多かったので、今回はそちらの方を紹介していこうかなと思います。で、まず、この画面、上にですね、いっぱいアイコンがありますね。プレゼントボックスやら、Facebook やら、メールやら、いろいろあると思うんですけど、この中にあるアニバーサリーってやつまずタップしてもらって、で、いっぱいあるよね、こうやって、ログインボーナスみたいなのがいっぱいあると思うんだけど、下に行ってこれ、キュミュラーティブログインってやつ、これをタップしてもらえると、ここにですね、まあ、1週間分ぐらいのログインボーナスがあるんですよね。まあ、5日分か、5日分のログインボーナスがあって、これ、ログインワンデイ、ワンデイのところの、この赤い箱、80って書かれたこの赤い箱を取ってもらうと、これがピースになります、SSR の。これで、捜査官側かグール側か選んで、4体ずついる中から1人を選ぶんですけど、まあ、注意してほしいのが、例えばこの80個のうち、例えば、ね、1枚でもグールの方を選んで引き換えちゃうと70個では解放できないんで、注意、そこは注意ですね。で、これを1日目に取れるんで、まあゲーム始めたらすぐ取れるんですよ。ゲーム始めたらすぐ取れるから、これをまず取って、ここね、キュミュラティブログインってやつね、ここでこの赤い箱80個を取ってもらって戻ります。で、このインベントリーってやつ、ここの箱を押します。するとですね、まあ僕はもう取ってるんでないですけど、この箱がいっぱい並んでますよね、ボックスの中に。この中にさっき取った赤い箱の80個あるから、ユーズをして、で、2つの箱のどっちかに80個開けてって感じですね。左が捜査官で右がグールなんですけど、まあそんな感じでやってもらえればいいと思います。まあとにかく、このね、アニバーサリーのキュミュラーティブログインからこの赤い箱80個を取って、これを取って、で、このインベントリに行って赤い箱80個を開けて、その開けた80個の中からまた80個が出てくるから、その80個を絶対片方の方に継ぎ込むみたいな、そういう感じだと思います。僕はそういうやり方でやりました。多分合ってると思うけど。はい、ということで、今回要望が多かった SSR 無料でもらうやり方でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。